どうです？こんだけ暗くしましたけど、これ消しますよ。一回消しますよ。一回消しますよ。一回消します。こんだけ暗いです。こんだけ暗い状態を、まずほなクリアだけでいこうか。クリア。はい、どうも、岩です。今日はですね、皆さんに紹介したい商品がありまして、早速撮影しております。その商品は何かと言いますとですね、あのですね、楽天ってありますよね。楽天、アマゾン、ヤフー、ポンパレとかもいろいろあるじゃないですか。今やったらワウマっていうあの au さんのね、ショッピングサイトもありますけども、その楽天って、もうほとんどの方はご存知だと思いますけど、楽天の総合ランキング1位を獲得したことのある商品でございます。もうすでに非常に人気があって、皆さんもこの楽天のサイトで一度は見たことあるかもしれません。そういう商品です。ですので、あ、もう持ってるよという方はね、こんなバリエーション、こんな使い方あるんだよっていうのを僕がね、皆さんに紹介できたらなと思いますので、まだ持ってない方、必ずこれ1個家置いといてください。必ず役立つから、嘘やと思ったら買ってみてください。まあ別に僕、何か提供を受けてるわけでも何もないですよ。この商品本当に役立つんで、家に1個、まあ僕の理想はですね、2つ3つあってもいいんじゃないかなと思います。それぐらい役立つ商品です。僕の体験談としてね、どういう時に役に立ったかと言いますとね、1年か2年前にこう台風がありましてね、僕の住んでるエリア一帯、結構まあ大阪一帯がですね、停電した時期がありました。僕もね、大体1週間ぐらいですね、僕の住んでる自宅が停電しました。その時はですね、まあ昼間はいいですよ、朝昼間はいいですよ。ただね、4時過ぎるとね、もうね、部屋の中真っ暗になるわけです。電気がないっていう生活はこんなに困るんやなって初めて、これ32年生きてて初めて経験しましたけどもね、その明かりがない生活っていうのは本当に苦痛でしたね。そんな時に大活躍したのが今回の商品でございます。前か、とりあえず この前置きは長くしてもあれなんで、とりあえず商品を呼び込もうと思います。僕ね、この YouTube 始めてからですね、ちょっと魔法を使えるようになりまして、ポンポンポンと商品をちょっと呼び出そうと思います。はっはっはっ、ほい、はい、ということでですね、この商品でございますね。ダバダの63灯 LED ランタンという商品です。ではですね、こうカラーがね、4種類あるわけです。ホワイトクールというカラーですね。で、クリアクール、ホワイト電球色、クリア電球色とですね、4つのパターンがあるみたいですね。ではですね、早速開封していこうと思います。よし、開けようか。とりあえず、まあこんないろいろ説明がねありますけどもね、お、このシガーソケットがついてるわけですね。で、これはシガーソケットの挿すケーブルもついてますね。これね、まずこれ、まずこれね、これいきますよ。まず充電方法ね、これすごいですよ、見といてくださいね。まずソーラー充電ですね。ソーラーで蓄電できますよと。ソーラーで蓄電できます。で、非常時に手回しで充電できますよと。手回しでね、手回しで充電できますよという点、まずこれ2点目ね、今のが。でですよ、ここね、 USB でも充電できますよと。こう差し込んでね、こう入り口あるでしょ、 USB で充電できますよという点でしょ。でですね、まあ乾電池を使用して充電することも、充電っていうかね、乾電池を入れて使用することもできるよという感じです。これで4つのパターンがありますよね。それと車載充電ですね。これ車で、車につけてこう充電することもできるんで、キャンプで使われる方、ちょっとね、今流行ってます、車で一泊するとかですね、そういう方でもランタン
えるということでですね、非常に人気の商品ですけど、でもうデザインはシンプルです。シンプルです。シンプルだからこそいいんです。シンプルイズザベスト。変なおしゃれなかっこいいランタンは別にいらないんですよ。それ非常時に使えますかって。それインスタ撮るだけやったらそれ買ってください。インスタで上げて自分のキャンプ道具を自慢したいだけの方はそれ買ってください。十分なんです。これでシンプルイズベストなんです。あと一つね、これ一番のポイント言うの忘れてました。一番のポイントはね、この商品、この蓄電した電池をですね、こう出力できるんですよ。出力できるっていうことはどういうことか分かります？携帯電話を充電することができるんです。こう蓄電した電池、このランタンに蓄電した電池を出力できるんで、携帯電話をつなげるとですね、充電できるわけですよ。一回してみましょうかね。しますよ、これ刺しますね。刺します。そしたら携帯電話が充電できるわけですね。わかります？で、いきますよ。これ乾電池入ってないですからね。これ開けたとこですから乾電池入ってないですよ。何がいいかって、もうつくんですね。これで外置いときゃいいんです。ソーラー充電できますから。こんだけ明るいんです。これ部屋の電気消しましょうか。一回部屋の電気消そう。まあ結構ね、防災備蓄で使われる方多いです。これ自宅に1個置いといたら停電になった時すぐ使えますからね。うん、だからただポイントはね、あの納屋とかね、あの靴箱なんかに置かないでくださいね。外に置いといてください。外置いといたら勝手にソーラー充電できますから。まあ乾電池入れといたら使えると思いますけどね。どっちにしろね。うん、ホワイト、クールホワイトっていう方ですね。クールホワイト、これはクールホワイト、これがクールクリア。こういう感じ。これももちろん電池は入ってないですよ。開けへんかな、これ、ね、これさっきと違う、まあ、色もちょっとちゃうんかな。この屋根の部分がさっきのやつはこうシルバーでしたけどね、これ黒になってます。見て分かりやすくなってますね。これね、いきますよ。さっきと何が違うか皆さんもう一目で分かると思います。これです。明かりが全然違うでしょ。これさっきのやつはこれですわ。これね、こっちはね、どっちかというとこの電球色って言ってちょっとあったかいオレンジみたいな光ですね。だからこの色が好きだっていう方はこっちでもいいでしょうしね、白がいいよっていう方はこっちの方がいいかなと思いますけど、まあ、もう一回魔法を使ってみようかなとも思うし、神よ力をください。はい、ということでね、こんだけ光をつけることができました。どうです皆さん、これ相当ええと思いません？これ外に置いといたらいつでも使えるんですよ。この商品の重さ自体はね、これだいたい 600g、 590g から 600g ぐらいしかないです。非常に軽いです。重さは全然問題ないかなと思います。キャンプ行かれる方なんかはね、車に1台積んどきゃね、いつでも使えますから、非常に便利な商品ですね。これ本当に僕はこれおすすめの商品。売れてる理由がわかるでしょ。だって乾電池いらないんですから。ソーラーと手回しUSB で充電できて使えるんですからね。こんなにいいランタンはないと思いますよ。ぜひね、皆さんこの概要欄貼っときますんで見てみてください。僕の本当におすすめの商品でした。それでは今日はここまで。ほなまた。